司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。亡くなった父親の財産を探していたら、まあ通帳はないけどキャッシュカードだけ出てきたとか、何か郵便物だけ届いてるのが分かったとかっていう場合には、まあ全てその銀行に問い合わせをして、その財産があるかどうかの確認をするべきだと思われます。その最後に取引をした時から10年経てば、その銀行口座はまあ凍結されるというか休眠口座っていうようになってますが、その人の財産がなくなるっていうわけではないので、ちゃんと10年以上経っててもちゃんとまあキャッシュカードの銀行とかにちゃんと相続人が問い合わせをすることによってちゃんと解約とかできますので、何かしら情報があるものに関しては探すべきだと思われます。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。